はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。みんな魔法実践授業頑張ってる？はい、ということで今回はですね、その魔法実践授業で、流れるクルーベル天帝との会話を実況していこうかなと思います。スキップしてまだ見てないので初見です。でなんでね、私こちら実況しようかなと思ってたかというと、すぐ見てたんだよね、クルーベル天帝。本当はね、お迎えしてたらこれしない予定だったんですけれども、クルーベル展で浴びたいからさ、私写真撮っちゃう。だからもう本当に悲しい。少しでもクルーベル天帝という存在を感じたくって、せめてねこのストーリー、実況だけでもしようかなと、思いました。とりあえずオープニングとあと真ん中に流れる、はい、このインターミッションってやつかなは、見れるようになったので、ちょっと、はい、こちらの方見ていこうかなと思います。いやー本当ね、スキップしてよかった。子犬ども、はい、全員集まったか。はい、子犬集まりました。もう本当に欲しかったクルーベル天帝。よし、いやていうか本当フルボイス最高だな。うん、これよりはい、実技訓練のオリエンテーションを開始します。まあもう私やったんですけれどもね。結構終盤の方まで今来てるんですけど、すいません、この授業うるさくしちゃってました、すいませんでした。説明を聞かずに落第して、でも落第したらもっとずっとクルーベル天帝に教えてもらえるってことでしょ。落第も悪くねえな。実践魔法の授業で得た知識や技術を、はい、うん、はい、そうですよね、まあ、第2回目ですので私ももう分かっておりますよ。無人島などを貸し切って行われていた、そうなんだ、あ、今は魔法の投影機を導入して仮想空間上で、そうですよね、それは学園長の時も、はい、教えていただきました。危険な生き物や自然現象に遭遇して、優しいじゃん。ちょっとそういう正当思いなクルーベル天帝がすげえ。学園長は最もらしいことを言っていたが、ああなるほどね。ああ、そっかそっか。何をするか分かんないから。それはもう暴れ放題。これはクルーベル天帝ちょっとやんちゃしちゃったんじゃない？僕一部の足腰が弱い先生は、っていうかちょっと待って、クルーベル天帝こんな顔してたっけ？実際にフィールドを駆け回るこんな帽子あったっけ？かっ、いたわりの心でもって、これ、こんな笑ってることあったっけ？これ新しいモーションなのかな？新しい表情なのかな？言ってみろ。かっこよすぎる。あ、はい、質問。はい、あ、気になります。すごい気になる。教えてクルーベル天帝。一体どんな無法を。当時のナイトレイブンカレッジには身の程知らずの野犬が何匹もいた。それはクルーベル天帝も含まれております。何度妨害や奇襲を仕掛けられた。あ、そうか、クルーベル天帝が奇襲を仕掛けられてた方ってことね。あ、そうな、かっ、もうちょっとそうやって、まあ、先生するぐらいだから頭いいかなと思ったんですけれども、文武両道がすぎるぞ。かっこいい、しかもイケメンだし。あ、かっこいい、しつけられたい。クルーベル天帝なんで来てくれなかったの？ヘイナイトレイブンカ、ヘイナイトレイブンカレッジに来てくれてもよかったんだよ、クルーベル天帝。かっこいい、お前たちはそんな心配しなくていい。かっこいい、もうちょっと本当に好きなんですけど。はい、そうですよね。まあ、なんかクルーベル天帝、学園長の時もそうだったけれども、クルーベル天帝と、ね、戦わせていただいております。はい、そうなんだ。え、じゃあ一日中クルーベル天帝に監視されているっていうことで、素晴らしいな、そりゃ。想像したら素晴らしいな。わかりました。もちろんね、クルーベル天帝が見てるっていうことだから、違反行為はもちろんしないけれども、ちょっと待って、でもさ、直接お仕置き、それはもう違反行為するしかねえぞ。これは逆にするしかないぞ。子犬どもに対して逆に身構えちゃう。高度な芸を仕込もうとしても意味がない。はい、まずはお座り。ありがとうございます。もちろん難易度は徐々に上がっていく。舐めてかかると痛いよ。それと、これは子犬になっちゃうよな。今回の実技訓練では、俺の姿と魔法を再現した敵が、なるほど、所詮は投影機によって作られた。もうね、結構バトルしたので分かっているんですけれども、比べるまでもないほど弱く設定。そうなんだ、結構強強だったけどね。あからさまにテンションが上がったな。もうしょんぼりクルーベル天帝かわいい。お前たちが考えることなどお見通しだ。どうせこれをいい機会として
普段の鬱憤をダミーの俺に対して好き勝手にぶつける気だろう。いや違うんでさ、ここずとばかりにちょっと触ろうかなってちょっとスキンシップ取ろうかなって思って、うん、庭で遊ばせてやらないと。うわー、もうちょっと、もうそんな力を抑えたダミーの俺だからといって油断する。めちゃくちゃかっこいいですけど、もうグルメ泥だらけで帰ってきた子犬なんて目も当てられない。わかりました、無様な真似だけは晒す。わかりました。でも泥だらけで帰ってきたら洗ってねちゃんとお前たち飼い主のね、それ使命だからね。あ、これで終わりか。もっと喋ってたかったもっと声聞いてたかった。ありがとうございます。これで、オリエンテーションがまず終わりましたね。で次から後半、はい、まあ、途中の、お話ですね。このフィールドでの訓練は終了だ。はい、ありがとうございます。はい集合しろ子犬と見てくんくんお前たち、はい、仮想空間で再現された俺を攻撃する。本当にクルエル天帝の一人称が俺なの、めちゃくちゃもう本当にときめくんですけど、もう先生なのに俺って言ってるのめちゃくちゃドキドキするんですけど。しかし、かっこいい。うわー、本当に好き。思う存分魔法をぶつけられるとは、はい、ねえ。クルーベル天帝もちょっとやんちゃな時のクルーベル天帝が、俺の学生時代は仮想空間ではなく、はい、うん、そうなんですよね、うん、オリエンテーションで聞いてましたよ、さっき聞きましたよ。投影機に映し出されたダミーではなく、うん、はい、そうなんだ。でも多分ね、成績優秀者なクルーベル天帝だから、うん、調子に乗った。そうなんだ、やっぱりクルーエル天帝もその学生時代を叶わなかったのかな。何人もの生徒を戦闘不能に追い込んでそれで俺たちにもちょっとナイトレイブン彼氏だな訓練どころか大げん。そうなんだ、楽しい。なんだかんだで楽しんでんじゃん。あ、こんな表情もするんだ。え、クルーエル天帝こんな目見開いた表情もするんだ。訓練を再開するぞ、お前たちもそろそろこの訓練に慣れてきた頃だろう。うん、ここからそうですね。いや、もうすごい、でも難易度上がっちゃって今ヒーヒー言ってます。油断してかかると痛い目を見るぞ。はい、はい、ありがとうございます。またクルーベル天帝をボッコボコにしてやろうかなって思います。顔つきが変わったな、はい、その調子で挑めばこの覚悟を決めた顔してますね。 Y 監督生、ありがとうございます。脱落する生徒も少なくないと踏んでいたが、うん、はい、ちょっと待って、普通に褒めてくれるの、ありがとう。もう好き、あ、グッポを言ってくれ、ありがとう。期待しているぞ。うわ、嬉しい。もうそうやってちょっと褒げた顔して、うん、確かに褒めるのなかなかね珍しいけれども、そうやってねマジで飴とムチを使いこなしてくれるね。まさにムチ持ってるけれども、あ、やっぱそうだよね、飴とムチですよね、やっぱりね。繋がらないから、うん、ありがとうございます。もうすごい成長しちゃうありがとうございます。うわー、そうだ、もうほんとしつけ慣れてる。休憩はもう十分だろう、はい、うん、あー、かっこいい、この表情やっぱかっこいい。覚悟はいいな、叩かれてー最後の、もう最後のセリフが消すもう最低、私すいません。もうありがとうございます、ほん本当に最高でした。もう本当にクルーベル天帝欲しかった。こんな石がすっからかになるとは思わなかったよ私しかもいないっていうね。はい、ということで最後に、デイブス・クルーベルのこうステータスを、見ながらお別れしたいかなと思います。いや、もう最高だよ。だって見てください、これ。デイビス・クルーエル年齢32歳。もう一番好き、32歳が。で、身長も高いし、身長183センチ。すごい好き。もう、私との身長差すごくいい。私163センチだから20センチ差すごくいい。見上げちゃうよ、クルーエル天帝のこと。で、出身がね、バラの王国出身で。ねえ、趣味がクラシックか。かっこいい。もう、レーズンバターいっぱいあげちゃう。ということでお送りしてまいりました、今回のクルーエル天帝魔法実践授業で、話してくれる、デイビス・クルーエルとの、こちら会話の実況だったんですけれども、最高すぎないもうね、モーションというか、あの表情がいっぱい、なんか新たな、表情がなんか追加されてたような感じがする。すっごいなんか新たなデイビス・クルーエルをあの見れた気がして、すごい楽しかったです。最高それと同時に、なんで本当に私すり抜けたんだっていうね、あの怒りがこみ上げてきております、自分に対してねでもね、7月もたくさん、ガチャで、ね、ありますので、ごめんね、クルーエル天帝、復刻の時には絶対に回すからねはい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うっぽまつです。